ローマ字が苦手な人のための講習ということで、今日は矯正ローマからやっていきたいと思います。ローマ字っていうと、ローマっていうのは今イタリアの首都ですよね。今イタリアの首都なんですが、そのイタリアの首都ローマがもともと都市国家として作られて、それが徐々に大帝国になっていく、その過程をローマ字では見ていきます。ただし、イタリア半島には、ローマを作ったのはラテン人っていうんですが、それ以外にもともと先住民がいるんですね。イタリア半島の先住民というキーワードで、出てくるのが、このエトルリア人です。エトルリア人の歴史についてはよくわからないことも多いんですね。マリニスのローマ建国史なんかには、いろいろ載ってたりするんですけども、金属の鋳造技術かなんかに非常に、長けていた。そういう民族だと言われています。で、このエトルリア人が、ギリシャ人から文字を教わって、それがローマのラテン人に、受け継がれて、今のアルファベットがね、できていくことになります。またですね、ギリシャ植民地のものが残っておりまして、これはギリシャ市のところでもやりましたが、例えば、ネアポリスとか、タレントムなんかね、といったような、ギリシャ人の植民地が残っていました。で、そういうところに、共和制ローマ、これ帝国になる前ですね、共和制ローマ、帝国になる前、帝政ローマの前を共和制ローマと言うんですが、これの成立過程をちょっと見ていこうと思います。紀元前の753年、今から2800年ぐらい前ですか、に、ラテン人、ラテン語を公用語にするラテン人が、ティベル川ってね、そんな大きい川じゃないですね。私も行きましたけども、簡単にもう歩いて渡れちゃうぐらいの、川です。で、そこの川の流域に、ローマ、これもともと都市国家です、を建設、していきます。で、これ有名な伝説がありまして、あるですね、巫女さんが、これサルゴフィスの話とかなり似てるんですけど、巫女さんが、男性との関係があっちゃまずいんだけど、何かの間違いで子供ができてしまって、双子を産むんですね。で、それがバレないように、その双子をですね、カゴかなんかに入れて、このティベル川に流して、隠しちゃう、捨てちゃうんですね。で、それが、救われてっていう話なんですけども、サルゴイッセの時と違うのは、この双子の赤ちゃんがですね、この人間じゃないんですね。人間じゃないものに救われて、狼に育てられるんですよ。で、狼に育てられて、それが後に人間に、拾われて、育てられていくっていう、この狼に育てられた双子の伝説、これはロムルスとレムスの兄弟なんですけども、このうち、これ最後兄弟喧嘩したんですが、ロムルスの方が勝利して都市国家を建設したので、ロムルスにちなんでローマというふうに言うんですね。で、これ結構ね、重要な、伝説でして、ローマにさ、セリエ A のサッカーチームで、エースローマってチームがあるじゃないですか。で、エースローマの紋章をよく見てもらえると、あれ、ロムルス・トレムスの伝説なんですね。で、あとはね、これ知ってたら、ハリー・ポッターって見たことあります？ハリー・ポッターの重要な人物で、ハリーの先生いるじゃないですか。先生いっぱいいるんですけども、ルーピン先生って、いますよね。これちょっと関係ないですけども、ルーピン先生って、どういう先生かって言ったら、満月になるとさ、狼に変身しちゃうっていう特徴がありますよね。あれ、フルネームでさ、リーマス・ルーピンっていうふうに言ってますけど、あれ、続きこう書くんですよ。リーマス・ルーピン。で、これ見てください、この部分。これ、ラテン語読みすれば、レムスですよね。だから、分かる人が見ると、リーマス、レムスっていう名前で、このルーピン先生の狼との関係性、狼に育てられた子供の名前についてるわけですよ。で、あとはね、この、7巻ぐらいあったんですかね。ルーピン先生がラジオかなんかでハリーにこう呼びかけるようなシーンがあるんですけど、その時に偽名として使ってるのもロムルスって偽名として使ってると思います。そういうふうに、結構ですね、ヨーロッパでは、有名な話、教科書には出てこないんですが、有名な伝説として、伝わっています。で、このローマがですね、最初はこのエトルリア人の王に支配されていたんですが、それを今から大体2500年ぐらい前に追放して、共和制になっていきます。じゃあ、この共和制ローマ、一体どういう政治体制だったかというと、まず身分から見ていきましょう。身分はですね、これギリシャとかなり似ています。というよりは、ローマ史やるときにね、ギリシャ史を先に勉強しておくと、やっぱりすごくわかりやすいと思います。貴族、平民、奴隷。この3つの身分があるんですけど、一応ローマの公用語であるラテン語も覚えておきましょう。貴族がカトリキ、平民がプレブス。奴隷はいいです。この貴族、平民、奴隷、3つの身分に分かれていまして、そのうちですね、じゃあどういう連中が政治を握ってたかっていうと、これは完全に貴族です。
あの貴族が政治を握っています。なぜか、これギリシャと同じなんですよ。ローマでも武器というのは自分で買わなければいけません。じゃあ武器を自分で買えるのはどの身分ですか？これは金を持っている貴族ですよね。ですから貴族だけが戦争に最初は行っていたので、貴族が政治の権力を握っているという、これギリシャと全く同じ構図があるんですね。で、例えばですね、ローマで一番偉いのは誰かというと、執政官というんですが、これもラテン語で覚えておきましょう。コンスル、こういう身分の人たちがいまして、これが最高官なんですけども、これ2人いるんですね。これもね、ローマの特徴として覚えてほしいんですけど、ローマってね、基本的に独裁嫌いです。独裁体制っていうの、1人に権力が集中するのってそんなに好きじゃないんですね。ですので、ニベーナの執政官、コンスルを置くことによって、まあ、権力を分散させる、独裁にならないようにしてるんですね。さらには、終身、終身というのは死ぬまでということです。の貴族からなる、元老院というのがあります。ラテン語でセナートスというふうに言うんですけども、これ今でもね、イタリアに行くとね、マンホールとかね、あのいろんなところに SPQR って書いてあるんですよ。で、SPQR って何かっていうと、セナートスポプルスケロマヌスっていうふうに、いう意味で、まあ、元老院とローマ人民っていう、そういう意味なんですね。で、それが未だに、今のローマですよ。今のローマにも残されているぐらい、まあ、この大きな影響力を持っていました。これも貴族だけです。で、ちなみに、執政官になるのも貴族だけです。ただし、まあ、先ほど独裁を嫌うと言いましたが、非常時、例えばその戦争とか、そういった非常事態の時には、やっぱり2人の指導者がいると、これ意見が、命令系統がね、バラバラになっちゃうじゃないですか。そこで、非常時のみ、1名の、独裁官、ラテン語ではこれディクタトルというふうに言いますが、独裁官というのを置きまして、これは1名です、任期半年なんですかね、の独裁官を置きまして、まあ、権力をその時だけは非常事態だけは権力を集中させるというのがありました。もちろんこのディクタトルというのは、まあ、英語のディクテーター、いわゆるあの独裁者という意味の、語源になっているわけですね。で、このように、まあ、貴族だけはこう権力を握っている状態の中で、まあ、これもギリシャと同じですよ。いわゆる身分闘争というのが起こりまして、まあ、平民も徐々に重装歩兵として戦争に参加するようになると、俺たちもローマのために命張ってるんだから政治的な権利を起こせよということになるわけですね。で、この政治を独占する貴族に対して平民が権利を要求する過程、これはね、法律に注目しながら押さえておくといいと思います。で、まず紀元前494年ですね、これは生産事件というのがあるんですね。今用語集がなくなっちゃいましたけども、まあ、平民がですね、貴族に対して、まあ、いろんな兵役とかをストライキしたんですよ。で、その結果ですね、平民の権利を守るための役職というのが置かれまして、この五民官といいます。これ二人置かれたんですが、この五民官というのは平民から選ばれて、一応ね、見る、なんていうの、身体的にはなんていうか、攻撃をされないとか殺されないとか、そういう体を守られる部分があったのと、あとは、コンスルとか元老院との決定に対して拒否権があるんですね、そういう特徴がありました。で、さらには貴族だけの元老院に対して平民だけの平民会というものも置かれていきます。で、ここからですね、法律が重要になってきます。まず紀元前450年に十二条法というのが制定されます。これは十二枚の銅板に、法律が書かれて、広がなんかに置かれたので、十二条法というんですが、意味合いは何かというと、最初の成文法です。これもギリシャと同じですよね。これも絶対にギリシャのドラコンの立法を思い出すと思うんですけど、これ実際ローマのね、ギリシャに、法律を学ぶために派遣をしてるらしいんですけども、今までも法律自体はあったんですが、文章にして公開されてなかったので、まあ、貴族がですね、それを恣意的に使っちゃうんですね。利用してしまう。それをちゃんと法律にして、ごめんなさい、文章にして公開するように成文化をすることによって、平民も、法律を平等に使えるようになると。そういう意味合いがありました。そして次が、この法律。次はですね、リキニウス・セグスティウス法という法律で、これは2人の五民官の名前が付いてるんですけども、この法律はですね、2つポイントがあります。1つはですね、ローマの最高官である執政官、これ2人選ばれていましたけども、両方とも貴族だったね。
ところが、コンスルの一人を、まあ、平民から出しましょう。一人を貴族、一人を平民ということで、まあ、平民に政治参加の、まあ、最高官の位を上げるくらいですから、権利を与える。で、もう一つは、これは今はそんなに重要じゃないんですが、後々重要になる、大土地所有の制限というものです。これはね、あとで改革のところでもう一回出てきますので、そこで触れたいと思います。そして最後が、これですね。ホルテンシウス法というもので、これはもう独裁官のホルテンシウスという人の名前がついているんですが、内容はね、これそのまま覚えた方がいいですね。ちっちゃい論述問題なんかでしょっちゅう聞かれるやつなんですが、ホルテンシウス法の内容は、平民会の決議が元老院の承認なく国法にということで、平民会の決定が貴族が承認しなくてもそのまま法律になりますよということで、まあ、一応ですね、法的に平民と貴族の地位が確立されたということで、まあ、このホルテンシウス法をもって、身分闘争は、完全に平等じゃないのでしょう。まあ、一応とつけるのかな。一応、終結としておきましょうか。これによりまして、従来の貴族だけじゃなくて、まあ、少しお金が合う平民も政治に参加できるようになりまして、そういうですね、貴族とか、あとは富裕な平民を合わせてですね、新貴族、まあ、ラテン語でノビレスというんですが、まあ、そういうふうに言うようになっていきます。さあ、そして続いてはですね、この重要なところ、ポエミ戦争の話をしていきましょう。ローマはですね、最後、ギリシャ植民地のタレントムというところを征服して、イタリア半島を統一いたします。まあ、ちょっと触れどころ自分で勉強してほしいんですけども、まあ、イタリア半島をローマが支配するときに、まあ、分割統治というのを、行っておりまして、上からですね、植民市、自治市、同盟市というふうに、まあ、地位をこう分けることによってですね、反発を、まあ、団結をして反乱することを防ぐような、まあ、そういう対策を取っていました。で、イタリア半島を統一した後にどうするかというと、今度外に出てくるわけですね。その時に行われたのが有名なポエニ戦争です。ポエニ戦争ってどこと戦ったんですかって言ったら、ローマ対ですね、カルタゴ王の戦争です。カルタゴって何ですか？これはですね、地中海東岸の諸民族のところを思い出してほしいんですが、かつてですね、フェニキア人という海上貿易で活躍した民族がいまして、フェニキア人のティルスがですね、地中海の北アフリカ、現在のチュニジアあたりにこのカルタゴって植民地を作っていまして、で、フェニキアの本拠地の方が支配されている中で、このカルタゴだけはですね、繁栄を続けてたんですね、海上貿易で。で、このカルタゴと、まあ、イタリア半島を統一して国外に進出するローマが、まあ、地中海の貿易の覇権をめぐって争ったのがポエニ戦争です。ポエニって何ですかっていうと、このポエニっていうのは、これ意味はね、フェニキアっていう意味ですね。もう意味わかるよね。フェニキア人が作ったカルタゴと戦ったので、フェニキア戦争、ラテン語でポエニ戦争というふうに言うわけです。一応ですね、これ地図でちょっとね、場所がなくてちっちゃく書いちゃったんですけど、場所を覚えてほしいんですが、イタリアの長靴の形をするところに真ん中にローマがあって、カルタゴっていうのはね、その反対側の現在のチュニジアのあたり、この北アフリカのところにね、カルタゴはあります。で、ポエニ戦争は、全部で何回ありますかっていうと、全部で3回、あります。で、これ全部ローマの勝ちです。勝ちなんですが、それぞれ内容がありますので、ちょっと押さえておきましょう。まず第1回のポエニ戦争は、まあもちろんローマが勝ちます。で、ポイントは何かっていうと、この勝利によって、最初に支配した、ところ、最初の属州っていうのは、まあ、イタリア半島以外のローマ領のことを属州っていうんですが、シチリア島がですね、最初の属州になります。もう最初の属州でね、シチリア島はわかんなきゃダメだし、あとは場所だよね。この、ローマとカルタゴの間にあるところ、これをね、シチリア島というふうに言います。で、一番、まあ、ポエニ戦争って言ったらね、7割はもう第2回です。まあ、圧倒的に重要です。なぜかっていうと、有名な将軍がいるんですね。1回目で負けたカルタゴはですね、第2回で反撃をするんですが、その時に活躍したのが、カルタゴの将軍。もう、名将中の名将ですけども、ハンニバルという人ですね。これ、レクター博士ではありません。ハンニバルというのは、このカルタゴからローマを攻めるときにですね、ちょっと地図で入りきらないんですけども、そのままこう行くんじゃなくて、まあ、シチリア島も取られちゃったんですからね。
こっからですね、まことハンニバルってね、イベリア半島の方にいるんですよ。カルドーノバっていうんですけども、で、このイベリア半島の方からですね、ずーっと北を回っていって、アルプス山脈がありますよね。アルプス山脈をね、越えてローマに入るっていうですね、まあこれ普通じゃ考えられないルートで、来るんですね。象37頭を連れて行ったっていう冬のアルプスを。信じられない話なんですけど、まあ、こんな話がありまして、これ冬のアルプスだから雪がすごいわけで、で、そこに、カルタコ軍のこうハンニバルを中心にこう行くわけですけども、もう雪で途中で道がないわけ。全く見つからないんですよ。で、部下がですね、将軍とハンニバル様と、道がありませんって言ったら、ハンニバル何て言ったかっていうと、道とは見つけるものだ。言うんですね。そしたら、部下がはって言って、一生懸命道を風景の中探すわけですよ。ところが、もうどうしても見つからないと。言ったら、部下がですね、ハンニバル様、どうしても道が見つかりませんって言ったら、ハンニバル今度は、道とは、作るものだって言って、今度は道を一生懸命作っていくと。いうことで、まあ、多く犠牲を出すんですが、アルプスを越えてローマを奇襲しまして、関内の戦い、まあ、これ関内の戦いという場合もありますが、これでですね、ローマ軍5万人を、包囲殲滅するというですね、カルタゴの大勝利になるわけです。で、これで、じゃあ第2回カルタゴが勝つんですかっていうと、最後これね、反撃に出るんですね。ハンニバルはね、やっぱアルプス越えで結構ダメージがあって、ローマを落とせないうちに、ローマの将軍、この人ですね、スキピオ、グブリウス・コルネリウス・スキピオ・アフリカヌス、まあ、大スキピオっていうね、いう場合もありますけども、ローマの将軍スキピオがですね、これ、シチリア島をね、経由して、カルタゴの本拠地を攻めるんですよ。カルタゴの本拠地を攻めて、慌てて戻ってきたハンニバルを、スキピオが、ザマの戦い、こっちは重要ですね。関内よりもこっちの方がよく出ます。戦いで、カルタゴのハンニバルを破りまして、第2回の大戦の末、結果的には、ローマの勝ちということになります。まあ、どっちかって言ったらね、これザマの戦いの方は入信出ますけども、関連はまあほとんど出ないですね。まあ、昔はちょっと予後州の方たちでもあったのかな。生徒がね、これよくわかんなくなっちゃってね、どうやって覚えるかっていうと、わかんねえザマ人っていうふうに覚えるんですけど、まああんまり今はこれ出なくなりました。そして、この第2回によって、ほとんどね、ローマの優位というのはもう確定的になるわけですね。カルタゴにも莫大な賠償金を、押し付けていくんですけども、やっぱりこのね、ハンニバルのアルプス越えの恐怖というのはものすごいわけですよ。いつかこれ復活するんじゃないか。まあそういう傾向もあったんですね。また貿易を結構盛んにやり始めて。そこでですね、ローマの、これは覚えなくていいんですけど、元老院議員で、加藤ってやつがいまして、ちょっと日本人みたいな名前なんですけど、まあ、加藤が何人かいるんで、大加藤って言うんですけど、この人は体こぎで有名で、何かっつうと、元老院でこれ演説をするときに、まあ、全然関係ない話するわけ。ローマの水問題がとかね、住居問題がうんぬんかんぬんって言うんですけど、必ず全然関係ない話してるのに、最後は、それにしても体を滅ぼすべきであるって言って終わるんですね。ということで、やっと徐々に体を滅ぼそうっていう気分が高まっていって、最後、第3回のポエニ戦争の結果、ショースキピオっていうね、このスキピオの甥いかながいるんですけども、カルタゴが滅亡するということです。17日間、カルタゴを燃え続けて、ローマ軍で、ね、カルタゴに塩を撒いたんですね。塩を撒いて、もうなんていうの、植物が生えないようにしたと、それくらい恐怖があったわけです。で、これは有名な話がありまして、ショースキピオが燃え盛るカルタゴの街を見てるんですけど、泣いてるんですよ。なんかものすごく泣いてるんですよ。で、確かね、これポリビオスだったかな。歴史家の人か、お月の人かなんかが、将軍、なんで泣かれてるんですかって聞いたら、ショースキピオがですね、なんつったかっていうと、アッシリア滅び、ペルシア滅び、アレクサンドロスの帝国も滅び、今またカルタゴも滅んだ。我がローマもいつか滅びるのだろうか。いうふうに言ったらしいですね。ローマっていうのはこの絶頂の時期ですから、まあ、滅ぶなんて全然とんでもない、話なんですけども、まあ、そういういつかは、まあ、栄枯盛衰っていうかな、いつかは滅びなければいけない運命を感じて泣いていたというふうに言われています。さあ、このポエニ戦争ですが、まあ、年号をね、本当覚えておいてですね、紀元前264から紀元前146年まで、まあ、これ入試だったらね、覚えた方がいい年号なんですが、このポエニ戦争っていうのはですね、ローマの社会をものすごく変えます。このポエニ戦争以前、ポエニ戦争以後でローマの社会って全然違うんですよ。で、このポエニ戦争以後のローマ社会の変容、改革、混乱、この流れの中で最終的には、ユリウス・カエサルっていうね、ローマの英雄が挙げてきます。そこを次回やっていきましょう。ありがとうございました。